ピクミン3には制限時間内にさまざまなお題に挑むミッションというモードがあります。お宝を集めろでは、いろいろなお宝を集めてハイスコアを目指します。限られた時間でよりたくさんのお宝を集めるためには段取り力が必要になってきます。まずは基本的な遊び方のコツをご紹介します。主人公はピクミンに指示を出す係で、実際に働いてくれるのはピクミンたちです。なるべく早いうちにたくさんのピクミンたちを集めておきましょう。ピクミンたちは笛で呼び寄せるとついてきます。茂みの中に隠れていたりもするので、よく探してみましょう。ミッションモードではフルーツなどがお宝です。チェリーの近くにピクミンを投げると宇宙船まで運んでくれます。大きく位置がずれると運んでくれません。正確に狙って投げたいですね。1分の1と書いてありますが、これは1の重さのものをピクミン1匹で運んでいるということです。例えばもう少し重いイチゴは3の重さ、3匹いないと運ぶことができません。ここにもう1匹投げると3分の4となります。3の重さのイチゴを4匹で力を合わせて運ぶことになるので、運ぶ速度が少し速くなります。テントウムシのような生き物がいます。これは原生生物のコチャッピー、いわゆる敵です。これにもピクミンを投げてやっつけます。正確に狙って当てることができれば、一撃でやっつけることもできます。この大きい生き物はチャッピーです。こっちはだいぶ手強いです。眠っているので、こっそりと近づいて背中にピクミンたちを投げます。背中についたピクミンたちが振り払われると、落ちたピクミンたちは食べられてしまうので、食べられる前に笛を吹いて呼び戻しましょう。目玉を狙ってピクミンを投げることでひるませることもできます。倒した原生生物たちもお宝になるので、ピクミンたちに運んでもらいます。行く手を遮る壁を壊したり、欠片を運んで橋を作れば行動できる範囲が広がります。単純に行ける場所が広がるだけでなく、お宝を持ち帰る近道を作ることもできます。見つけたら早めにやっておくようにしましょう。道を塞ぐ大きなキノコも壊すことができます。この時同時にフルーツを運ばせて仕事を分担することができます。他にもこっちでは壁を壊しながら、こっちで敵と戦ったりなど、いくつかの仕事にピクミンたちを振り分けて同時に進めることで、時間を効率よく使うことができます。このように段取りよくピクミンたちに指示を出すことができれば、限られた時間の中でできる仕事量が増え、よりたくさんのお宝を集めることができるようになります。